さん、こんにちは。お疲れです。お疲れ。どうしたんですか？何したいですか？体育館。ああ、大騒ぎになってます。久しぶりだね。久しぶりに運動みたいな感じです。久しぶりに体育館来たよ。あ、そうですか。やばいんだけど、もう一般人。もう引退しちゃったからね、やっぱり。いや、引退しちゃったから、やっぱもう、足が。どういうこと？引退しないよ。引退しないよ。引退しないよ。しないの？しない。したかと思いました。いや、私そんなこと言ってないよ。みんなさ、めっちゃさ、私が引退すると思ってるよね。はい。いや、しないよ。安心して。本当ですか？うん、まだやるよ。いやだけど、やっぱりね、ちょっとね、休憩？ああ、一回ね。必要じゃん、やっぱり。オリンピックのさ、手助けっていうかね。あ、サポートをね。サポートだから。頑張りすぎて、ちょっとね。1ヶ月ぐらいかな、休んでる。こんな休んだことはない。ない。アキレス切った時も、なんかトレーニングはしてたんで、マジでね、あ、ちょくちょく行ってたけど、ほんと体操してないから。ああ。マジで、久しぶり。なるほど。です。ね。引退ではないと。引退じゃないですよ。皆さん。試合が今年ないから、来年の全日本かな。おお、4月の。はい、来年の全日本に向けて今からまた頑張っております。これを見てネットニュースで書いていただける。またお得しますね。引退じゃないと。ちゃんとトレーニングやってますよ。元気ですよ。足を今休めてる時期なんで、1ヶ月ぐらい あんまり体育館に行ってみんなと練習はしてなかったけど、しっかり心と体とパワーチャージできたんで頑張ります。でも今やっぱね、多分体操できないと思う。全然感覚ないもんね。もうね、分からない言い方忘れた。でもね、心めっちゃすっきりしてるから、心のね、疲れはね、だいぶ取れたから、いや、どれだけ体操ができないか楽しみです。やらないとどれだけできなくなるのかっていうのを私実験しようと思って。あ、なるほど。1ヶ月体操やめてみたみたいな。そう、1ヶ月体操やめてみた。検証が始まる。検証が始まる。で、頑張って復帰していくので、全日本までには頑張ります。あ、なるほど。逆にこれで変わりなかったら、1ヶ月休んだ後も変わりなかったら、別に1ヶ月休んでもいいみたいな。いや、そういうこと。あ、ね、私もう10年間頑張ったんですよ。10年頑張ってたと自分では思ってる。休みなしでね。これまでも休みなしで、そう、休みなしで頑張ったと思ってるから、ちょっと1ヶ月が、10年1回の1ヶ月の休みぐらいちょうだいよって。またそれが引退試合になるかどうかはまだわからないですけど、とりあえず来年の全日本に向けて頑張ります。はい、 OK です。はい、 OK ですかね。いいかな。